ポケモンカードのテレビ CM に出演することをあと2年ぐらいこする予定のトリピーです。12月17日は俺が CM で宣伝しているスタートデッキ100が発売するので、ぜひ皆さんも購入しましょう。ということで今回の動画はこちら、 VMAX、クライマックス、2MAX 開封動画です。よろしくお願いします。この診断の当たりトップ3を、まあ、編集で俺が出してると思うんですけれども、なんとトリピーさんそのうちの2枚を当てちゃったんですよ。ってなると残りの1枚当てたくないですか？そう、ガラルの仲間たち。俺は今回からはこのガラルの仲間たちを狙って開封動画を撮り続けていきたいと思います。あとはね、このボックスに1枚確定のキャラクタースーパーリワークの中だったら、俺が欲しいのはレッグザ、ピカチュウ、モルペコぐらい、そこら辺が当たってくれたらめちゃくちゃに嬉しい。あとは何よりアーマーがですよ、忘れちゃいけません。ということで早速そこら辺を狙って開封やっていきましょう。開封の準備できましたんで、1ボックス目から順番に見ていきたいと思います。まあ欲しいカード冒頭で言ったけど、なんだかんだで、何が出ても嬉しいって思うようなパックがこの VMAX、クライマックスになってると思うわ。はい、カジッチ、ヨマール、メモリーカプセル、鋼エネルギー、ミタフスタジアム、リザードンさんとマルマインからの、はい、はい、イオルブ VMAX が当たりました。お、モココのミラーを当てていく。じゃあ2パック目、どんどんサクサク見ていきましょう。エネルギー、ジメレオン。このジメレオンだけはね、残念ながら裏工作ジメレオンがね、収録されてないみたいな、そんな感じなんだよね。はい、チェリンボ、ラルトス、モミからの扇、はい、サンダース、まあ、ここら辺はそんな使いそうにない、ヤレユーティーン、ボスの指令かなり嬉しい。はい、おー、ジュラルドン V が出ていく、ジュペッタ、まあ、ジュラルドン V についても、なんだかんだね、ロータくん使って、まあザマゼンタとかそういう系のやつと合わせたネタを張るデッキとしてね、結果とかも残してるんでね。はい、じゃあ草エネルギー、ビートル、シードラ、サルにバケツ、はい、で、追加オーダーの、まあ、ホイップちゃんから、あ、ユーリー来ました。自分の山では種ポケモン、ルールを持つポケモンを除くを3枚まで選んでベンチに出せますと。まあ残念ながら V とかがね、出せないんですよね。はい、で、立ちふさぐまからの、はい、はい、SR は来ない。あ、ミミッキー VMAX、これはかなり嬉しさが勝っている。はい、じゃあ4パック目、見ていきます。鋼エネルギー、ドミラー、はい、シャワーズ、タイレーツ、水晶、墓地、はい、暴言発見嬉しいね。はい、スナイプサンダー、はい、はい、ヨルブ当てていく。で、レッグーザさんと、いや、ちゃんともうなんか俺ガラルの仲間たち出る気しかしてないから、出る気しかしてないからこそサクサクいきます。コーリッポ、あ、このコーリッポまだ食べてないけど、これも多分新規カードですね。相手のポケモン1匹に自分の場のポケモンについてるフュージョンエネルギーの数かける40ダメージってことで、まあマックス4枚ついてたら160点飛ばせるんで、まあこれ紙釣れとか使ってね、エネサク加速とかしといて、まあどっかで打つみたいな、そんな感じかな。はい、サッチムシ、クリムガンにドラゴン絶対許さない。よー、取り使い来たー。取り使いから連撃サーチ、 SR、 はい、 SR 来ない。なんか、はい、無限大な、まだ来ませんね。まだまだ、まだまだ来ませんね。よいしょ。さあ、からの、基本等エネルギー、なんだ、リリリランマコックーン、どんどん呼ぶピオニー。ピオニーとかもね、もうミュウのデッキでかなり活躍してるから、SR とかもね、結構値段が上がってるんですよね。お払いグローブ、水の塔、ヘルガ、おぉ！ちょっと待って、ウルトラレアなんですけど、待って待って待って、今回のウルトラレアは8種類。ピカニキ、ミュウとかも欲しいな。正直そこら辺、レッグーサでもありだな。いきます、せーの、はっ、ドーン、ジュラルドン VMAX。 まあまあまあ、いやでも普通にウルトラレアが出てくる。待って、連撃、1パックにこれ2枚も出るの？連撃ユーラバス V が、出ました。ジュラルドン V の、ウルトラレアと連撃ユーラオスの、スペシャルアート版じゃない、間違えた、これはキャラクタースーパーレアやね、みたいな感じで電気読みであると。なるほどなるほど。ってことはこの1パックでこのボックスの醍醐味の、全てが終わってしまいました。残念ながら、ピカニキとかじゃなかったけど、まあでもウルトラレアが出たのは、ウルトラレア多分かなり封入率とかも低いだろうから普通に嬉しいね。はい、モスの、はい、メタルトランス嬉しさ。あ、イワンコ、そういやまだキャラクターレア、これ1枚目ってことは残り4パックぐらいだけど、ほぼほぼキャラクターレア出るぞこれ。こっからなんか可愛いやつ来てくれ、すごい可愛い、テンションの中、おー、ガラルの仲間たち、やっと。え、つかさ、普通にノーマルとかでさえさ、これ多分俺4ボックス目で初めて手に入れたんじゃないかな、これ普通に。こんな感じでね、ユーリとかマリーとかね、ビートとか、ガラルの仲間たちが
いるやつですね。はい、カラマネロ、はい、クイックシューターインテリア嬉しい。で、ニーヒア VMAX で、この次が、はい、おー、アセロラの予感ってことは、残り2パックなんで、これから両方ともキャラクターレアが出るはずです、多分。はい、デルビル、マーイルカ、メリープ、チョウチン、マリー、はい、ヨノワール、レンギギュラスからの、なんか、持ってないやつ。おー、持ってない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 。ちょっと可愛らしいイラストだね。はい、じゃあ、こちらが、ラストに、なりますと。はい、炎エネルギー、ダクマ、ポワポワ、タッツ、ローズ、ネッツ、キャプチャーエネルギー、食いだめ、アルカナシャインからの白馬、最後、なんか、神やつ。おー、ブースターかぶった残念ながらかぶっていく。さあ、ということで、1ボックス目の開封結果になります。キャラクタースーパーレア枠で当たったのは、連撃ウーラオス V ですね。でもって、まさかのそれと同じバッグに、ジュラルドン VMAX のウルトラレアも入ってました。正直さ、今のところ4ボックス開封してるんだけど、全部ね、この SR 以上枠が入ってるんだよね。ここ、全然出ない可能性もあるみたいな感じのことは Twitter とかで見てたから、正直ね、これでも大満足の、上振れだと思います。まあ、ちょっとね、若干今までのボックス出たやつが被り始めたけど、まあ、これに関しては仕方ないということで、2ボックス目もやっていきましょう。次はガラルの仲間たちだそう。さあ、それじゃあ対戦よろしくお願いします。2ボックス目の、開封でございます。順番に、見ていきましょう。まずは基本悪エネルギーからの、サッチムシ、はい、人影さん。さあ、今回は、つかね、大変なことがあります、皆さん。俺、モルテコが出ません。マジで。ガラルサンダーで、はい、ターフスタジアムのミラーが。モルテコはもう消えたんか？モルテコがいなくなった可能性があります。はい、水エネルギー、影坊主、ジグザグマ、モルテコ来てくれ。本当に。はい、アセロラマ予感から、チェリミ、ウーラオス、はい、ゼラオラ、ブイガ。つか、正直ね、本当になんか、初日のなんかこの VMAX クライマックスの反応だったら、結構みんな購入できたって言ってるし、多分俺のやつだけど、ポケモンカード公式今までの流れからしたら分納すると思うから、また一週間後とかにも、普通にお店とかにね、これが、さらにまた並ぶと思うんだよね。そうなったら本当に、いよいよポケモンカードは、普通に購入できる時代が来たかもしれませんね。はい、草エネルギー、糸丸、レドームシ、石変人、風船から連撃エネルギー、マスター。マルマイン、サーライト、ジュラルドン VMAX。おー、モスの氷雪の前、はい、メロンさんが来ました。これ、確か4人ぐらい子供いたはず。そのうちの1人、マクワだけど。はい。さあ、あ、じゃあ次、あ、まずい。見えてる。インテレオンとヘルガーが見えてる。っていうことは、インテレヘルガーが見えたということは、サポートの SR はないということですね。はい、一撃エネルギー。メロンさん、はい、インテにヘルガー。来い！まあいい。アーマーガー V、そう、アーマーガー V 来てくれよ。アーマーガー V さんの、イラスト来てくれ。あれ多分あれだよね。YouTube 上とかで見れるアニメとかでね、アーマーガーとかってね、タクシーみたいな感じで使うんだけど、それのイラストなんだよね。はい、ゆきはみさん、イーブイ、シンボラ、ストーンエネルギー、シバさん、やまびこホーン、ルガー、はい、ボスの指令、はい、ピカチュウ VMAX、当てていく。ちょっと早めにサポートとかが、来ないと。ちょっとばかし、不安になりますね。はい、もうそろそろ半分来るよ。ミカルゲ、雪話、かぶって、キルリア、ルリナ、ドン、カビゴン、はい、クロバッツ。あ、で、あ、ヨノワールだ！これもかぶりだね。このヨノワールも、2枚目でございます。まだまだ出てないカード多分多いと思うから。ちょっとかぶりは残念ですね。ポワルン、ダクマ、メリーフ、エロレイド、ツインエネルギー、レベボー、クレセリア、はい、おー、おーまーがー当たってしまったマジかよ、お前あーまー、そう、これ言ってたやつ、これが、多分アーマーガーのタクシーみたいな、これで、移動するわけなんですよね。アーマーガーを入れてしまった。いやー、最高に嬉しい。まあマジでね、俺ソーダ&シールドのポケモンの中で一番好きなのが、まあ、アーマーガーなんですよ。次ウーウーなんだけど、だから、まあ、これに関しては、マジで嬉しいですね。しかも、めっちゃ安いんですよ、これ。だから、もうシングルで4枚ぐらい買って、ちょっと、デッキのレアリティを上げようってもう思いました。今回、さすがに、あ、アーマーがせっかくイラストこんな感じの素敵なイラストで来るんだったら、上げとこうって思ったね。まっすぐま、クララ、
じゃああとサポートの SR を、出せばいいわけです。サポートの SR さんは、レアの2枚目なんですけれども、あラスト1パックしかありません。ラスト1パック待ってくれ。え、キャラクターズレア、キャラクターレアは確定だ。アーマーガーだけのボックスになっちゃう。待ってまずいまずいまずい。いや大当たりだけどね、アーマーガー大当たりだから。アーマーガーは大当たりだけど、このままだと下振れな気がせんでもないぞ。この次ね、この次がサポートのやつだから、きっとねこれガラル来るから、ガラルの仲間たちが来るんだね。雪の王さん、雪の王さん。はい、ということで、2ボックス目の開封結果になります。よっ、来た。トリッピーさんがずっとずっと求めていたアーマーガー V が当たるという神ボックスでございます。いやもうこれは誰がどう見てもみんなが羨ましがる、そんなボックスになったんじゃ、ないでしょうか。ついにトリッピーさん SR 枠もね、ちゃんと抜けませんでした。いやでもアーマーガーがいてくれたから僕は嬉しいよ。でもってここのね、このキャラクターレアの出しもすごいいいラインナップだ。これは最高だということで、モルペコは出ませんでした。お疲れ